ここにレビの子、コハテの子なるイズハルの子、コラと、ルベンの子なるエリアブの子、ダタン、およびアビラムと、ルベンの子なるペレテの子、オンとが相結び、イスラエルの人々のうち、回収のうちから選ばれて、司となった名のある人々、250人と共に立って、モーセに逆らった。彼らは集まって、モーセとアロンとに逆らって言った。あなた方は、分を超えています。全回収は、ことごとく聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、どうしてあなた方は、主の回収の上に立つのですか？モーセはこれを聞いてひれ伏した。やがて彼はコラとそのすべての仲間とに言った。明日、主は、主につく者は誰、聖なる者は誰であるかを示して、その人を身元に近づけられるであろう。すなわち、その選んだ人を身元に近づけられるであろう。それで次のようにしなさい。コラとそのすべての仲間とは、火皿を取り、その中に火を入れ、それに薫香を持って、明日、主の前に出なさい。その時、主が選ばれる人は、聖なるものである。レビの子たちよ、あなた方こそ、分を超えている。モーセはまた、コラに言った。レビの子たちよ、聞きなさい。イスラエルの神は、あなた方をイスラエルの回収のうちから分かち、主に近づかせて、主の幕屋の務めをさせ、かつ、回収の前に立って、使いさせられる。これは、あなた方にとって、小さいことであろうか。神は、あなたと、あなたの兄弟なる、レビの子たちを皆、近づけられた。あなた方はなお、その上に、祭司となることを求めるのか。あなたと、あなたの仲間は、皆そのために集まって、主に逆らっている。あなた方はアロンを何と思って彼に対してつぶやくのか。モーセは人をやってエリアブの子ダタンとアビラムとを呼ばせたが、彼らは言った。私たちは参りません。あなたは父と蜜の流れる地から私たちを導き出して荒野で私たちを殺そうとしている。これは小さいことでしょうか。その上、あなたは私たちに君臨しようとしている。かつ、また、あなたは私たちを、乳と蜜の流れる地に導いていかず、畑と葡萄畑とを修行として与えもしない。これらの人々の目をくらまそうとするのですか？私たちは参りません。モーセは大いに怒って、主に言った。彼らの供え物を、帰り見ないでください。私は彼らから、ロバ一頭をも取ったことなく、また彼らの一人をも害したことはありません。そしてモーセはコラに言った。あなたとあなたの仲間は皆アロンと一緒に、明日主の前に出なさい。あなた方は、おのおの火皿を取って、それに薫香を盛り、おのおのその火皿を主の前に携えていきなさい。その火皿は合わせて250。あなたとアロンもおのおの火皿を携えていきなさい。彼らはおのおの火皿を取り、火をその中に入れ、それに薫香を盛り、モーセとアロンも共に会見の幕屋の入り口に立った。その時、コラは回収をことごとく会見の幕屋の入り口に集めて、彼ら二人に逆らわせようとしたが、主の栄光は全回収に現れた。主はモーセとアロンに言われた。あなた方はこの回収を離れなさい。私は直ちに彼らを滅ぼすであろう。彼ら二人はひれ伏して言った。神よ、すべての肉なる者の命の神よ、この一人の人が罪を犯したからといって、あなたは全回収に対して怒られるのですか？主はモーセに言われた。あなたは回収に告げて、コラとダタンとアビラムの住まいの周囲を去れと言いなさい。
モーセは立って、ダタンとアビラムのもとに行ったが、イスラエルの長老たちも彼に従って行った。モーセは回収に行った。どうぞ、あなた方は、これらの悪い人々の天幕を離れてください。彼らのものには何にも触れてはならない。彼らの諸々の罪によって、あなた方も滅ぼされてはいけないから。そこで人々は、コラとダタンとアビラムの住まいの周囲を離れ去った。そして、ダタンとアビラムとは、妻、子、および幼児と一緒に出て、天幕の入り口に立った。モーセは言った。あなた方は、主がこれらのすべてのことをさせるために、私を使わされたこと、また私がこれを自分の心に従って、行うものでないことを、次のことによって知るであろう。すなわち、もしこれらの人々が普通の死に方で死に、普通の運命に遭うのであれば、主が私を使わされたのではない。しかし、主が新しいことをされ、地が口を開いて、これらの人々と、それに属する者とをことごとく飲み尽くして、生きながら黄泉に下らせられるならば、あなた方は、これらの人々が、主を侮ったのであることを知らなければならない。モーセが、これらのすべての言葉を述べ終わったとき、彼らの下の土地が裂け、地は口を開いて、彼らとその家族、並びに、コラに属するすべての人々と、すべての所有物を飲み尽くした。すなわち、彼らと彼らに属する者は、皆生きながら黄泉に下り、地はその上を閉じ塞いで、彼らは回収のうちから立ち滅ぼされた。この時、その周囲にいたイスラエルの人々は、皆彼らの叫びを聞いて逃げ去り、おそらく地は私たちをも飲み尽くすであろうと言った。また、主の元から火が出て、燻香を備える250人をも焼き尽くした。主はモーセに言われた。あなたは祭司アロンの子エレアザルに告げて、その燃える火の中から、火の火皿を取り出させ、その中の火を遠く広く撒き散らさせなさい。それらの火皿は聖となったから、罪を犯して命を失った人々のこれらの火皿を広い延べ板として祭壇の覆いとしなさい。これは主の前に捧げられて聖となったからである。こうしてこれはイスラエルの人々に印となるであろう。そこで祭司エレアザルは、かの焼き殺された人々が備えた聖堂の火皿を取り、これを広く打ち伸ばして祭壇の覆いとし、これをイスラエルの人々の記念のものとした。これはアロンの子孫でない他の人が主の前に近づいて燻香を焚くことのないようにするため、またその人がコラ及びその仲間のようにならないためである。すなわち主がモーセによってエレアザルに言われた通りである。その翌日、イスラエルの人々の回収は、皆、モーセとアロンとにつぶやいていった。あなた方は、主の民を殺しました。回収が集まって、モーセとアロンとに逆らったとき、会見の幕屋を望み見ると、雲がこれを覆い、主の栄光が現れていた。モーセとアロンとが会見の幕屋の前に行くと、主はモーセに言われた。あなた方はこの回収を離れなさい。私は直ちに彼らを滅ぼそう。そこで彼ら二人はひれ伏した。モーセはアロンに言った。あなたは火皿を取って、それに祭壇から取った火を入れ、その上に燻香を盛り、急いでそれを回収のもとに持って行って、彼らのために罪のあがないをしなさい。主が怒りを発せられ、疫病がすでに始まったからです。そこでアロンは、モーセの言ったように、それを取って、回収の中に走っていったが、疫病はすでに民のうちに始まっていたので、燻香を焚いて、民のために罪のあがないをし、すでに死んだ者と、
なお生きている者との間に立つと、疫病は止んだ。子らのことによって死んだ者のほかに、この疫病によって死んだ者は、14,700人であった。アロンは会見の幕屋の入り口にいる、モーセのもとに帰った。こうして疫病は止んだ。主はモーセに言われた。イスラエルの人々に告げて、彼らのうちから、おのおのの父祖の家に従って、杖一本ずつを取りなさい。すなわち、そのすべての司たちから、父祖の家に従って、杖十二本を取り、その人々の名を、おのおのその杖に書き記し、レビの杖には、アロンの名を書き記しなさい。父祖の家の頭は、おのおのの杖一本を出すのだからである。そしてこれらの杖を私があなた方に会う会見の幕屋の中の証の箱の前に置きなさい。私の選んだ人の杖には芽が出るであろう。こうして私はイスラエルの人々があなた方に向かってつぶやくのをやめさせるであろう。モーセがこのようにイスラエルの人々に語ったので、司たちは皆その父祖の家に従っておのおの杖一本ずつを彼に渡した。その杖は合わせて十二本。アロンの杖もその杖のうちにあった。モーセはそれらの杖を証の幕屋の中の主の前に置いた。その翌日、モーセが証の幕屋に入ってみると、レビの家のために出したアロンの杖は芽を吹き、つぼみを出し、花が咲いてアメンドウの実を結んでいた。モーセがそれらの杖をことごとく主の前からイスラエルのすべての人のところに持ち出したので、彼らは見て、おのおの自分の杖を取った。主はモーセに言われた。アロンの杖を証の箱の前に持ち帰り、そこに保存して、背く者どものために印としなさい。こうして彼らの私に対するつぶやきをやめさせ、彼らの死ぬのを免れさせなければならない。モーセはそのようにして、主が彼に命じられた通りに行った。イスラエルの人々はモーセに言った。ああ、私たちは死ぬ。破滅です。全滅です。主の幕屋に近づく者が、皆死ぬのであれば、私たちは死に絶えるではありませんか。そこで主はアロンに言われた。あなたとあなたの子たち、およびあなたの父祖の家の者は、聖女に関する罪を負わなければならない。また、あなたとあなたの子たちとは、祭祀職に関する罪を負わなければならない。あなたはまた、あなたの兄弟なるレビの部族の者、すなわち、あなたの父祖の部族の者どもを、あなたに近づかせ、あなたに連なり、あなたに仕えさせなければならない。ただし、あなたとあなたの子たちとは、共に証の幕屋の前で仕えなければならない。彼らは、あなたの務めと、すべての幕屋の務めとを守らなければならない。ただし、聖女の器と、祭壇とに近づいてはならない。彼らも、あなた方も、死ぬことのないためである。彼らは、あなたに連なって、会見の幕屋の務めを守り、幕屋のもろもろの働きをしなければならない。他の者はあなた方に近づいてはならない。このようにあなた方は聖女の務めと祭壇の務めとを守らなければならない。そうすれば主の激しい怒りは重ねてイスラエルの人々に望まないであろう。私はあなた方の兄弟たるレビ人をイスラエルの人々のうちから取り、主のためにこれを賜物としてあなた方に与え、会見の幕屋の働きをさせる。あなたとあなたの子たちとは、共に祭祀職を守って、祭壇と垂れ幕のうちのすべてのことを取り行い、共に務めなければならない。私は祭祀の職務を賜物としてあなた方に与える。他の人で近づく者は、殺されるであろう。
主はまたアロンに言われた。私はイスラエルの人々のすべての聖なる供え物で、私に捧げるものの一部をあなたに与える。すなわち、私はこれをあなたとあなたの子たちにその分け前として与え、永久に受けるべき分とする。意と聖なる供え物のうち、火で焼かずにあなたの分となるものは次の通りである。すなわち、私に捧げるすべての供え物、素祭、財祭、献祭は皆意と聖なるものであって、あなたとあなたの子たちの分となる。意と聖なるところでそれを食べなければならない。男子は皆それを食べることができる。それはあなたの分となる聖なるものである。またあなたの分となるものはこれである。すなわちイスラエルの人々の捧げる供え物のうち、すべて要祭とするものであって、これをあなたとあなたの息子、娘に与えて、永久に受けるべき分とする。あなたの家の者のうち、清い者は皆、これを食べることができる。すべて油の最も良いもの、およびすべて新しい葡萄酒と穀物の最も良いものなど、人々が主に捧げる初穂をあなたに与える。国のすべての産物の初物で、人々が主のもとに携えてきたものはあなたのものである。あなたの家のもののうち、清いものは皆、これを食べることができる。イスラエルのうちの奉納物は皆、あなたのものである。すべて肉なるものの遺骨であって、主に捧げられるものは皆、人でも獣でもあなたのものとなる。ただし、人の遺骨は必ずあがなわなければならない。また、汚れた獣の遺骨もあがなわなければならない。人の遺骨は生後1ヶ月であがなわなければならない。そのあがない金はあなたの根積もりにより、聖女のシケルに従って銀5シケルでなければならない。1シケルは20ゲラである。しかし、牛の遺骨、羊の遺骨、ヤギの遺骨はあがなってはならない。これらは聖なるものである。その血を祭壇に注ぎかけ、その脂肪を焼いて火災とし、香ばしい香りとして主に捧げなければならない。その肉はあなたのものとなる。それは要祭の胸や右のももと同じくあなたのものとなる。イスラエルの人々が主に捧げる聖なる供え物は皆、あなたとあなたの息子、娘とに与えて永久に受ける分とする。これは主の前にあって、あなたとあなたの子孫とに対し永遠に変わらぬ塩の契約である。主はまたアロンに言われた。あなたはイスラエルの人々の地のうちに私業を持ってはならない。また彼らのうちに何の分をも持ってはならない。彼らのうちにあって私があなたの分であり、あなたの私業である。私はレビの子孫にはイスラエルにおいてすべて十分の一を私業として与え、その働き、すなわち会見の幕屋の働きに報いる。イスラエルの人々は重ねて会見の幕屋に近づいてはならない。罪を得て死なないためである。レビ人だけが会見の幕屋の働きをしなければならない。彼らがその罪を負うであろう。彼らがイスラエルの人々のうちに私業の地を持たないことをもって、あなた方の世々長く守るべき定めとしなければならない。私はイスラエルの人々が供え物として主に捧げる十分の一をレビ人に私業として与えた。それで彼らはイスラエルの人々のうちに私業の地を持ってはならない、と私は彼らに言ったのである。主はモーセに言われた。レビ人に言いなさい。私がイスラエルの人々から取って、私業として与える十分の一を受けるとき、あなた方はその十分の一の十分の一を主に捧げなければならない。あなた方の捧げ物は、内場からの穀物や、酒舟からの葡萄酒と同じようにみなされるであろう。そのように、あなた方もまた、
イスラエルの人々から受けるすべての十分の一のもののうちから、主に供え物を捧げ、主に捧げたその供え物を祭司アロンに与えなければならない。あなた方の受けるすべての贈り物のうちから、その良いところ、すなわち聖なる部分を取って、ことごとく供え物として主に捧げなければならない。あなたはまた彼らに言いなさい。あなた方がそのうちから良いところを取って捧げるとき、その残りの部分は、レビ人には内場の産物や酒舟の産物と同じように見なされるであろう。あなた方とあなた方の家族とはどこでそれを食べてもよい。これは会見の幕屋であなた方がする働きの報酬である。あなた方がその良いところを捧げるときは、それによってあなた方は罪を負わないであろう。あなた方はイスラエルの人々の聖なる供え物を汚してはならない。死を免れるためである。